はいどうもこんにちは、瀬戸こんにちは、サムチャンネルへようこそ、イエーイ。今日はですね、5月の、25日水曜日、めっちゃもう東京天気良くてめっちゃ暑い日です。こちらの、クラシックカメラを買ったっていう動画を出したところですね、ちょっとまた、あの方ですよ、あの方、石井正則さんとちょっとまたメッセージいろいろありまして、なんと今日、デートすることになりました。イエーイ。日本カメラ博物館っていうところで二眼レフ展っていうのがなんかやってるらしくて、その二眼レフ、俺だからもう持ってるから二眼レフ、それをことについてちょっといろいろ見るっていうのと、その後ちょっと、まあ石井さんと喫茶店、もう純喫茶、だからもう4時5時デーズ見た、4時5時デーズ、石井さんの4時5時デーズ見た、4時5時デーズ。ね、もう第3回も大好評で3回もやってますから、石井さんの回。で、そこで純喫茶マスターの石井さんと一緒に、ちょっと喫茶店行って、ちょっとカメラのこと、いろいろこうどうすればいいのかっていういろいろ話聞いてこようと思います。それではちょっと行ってきます。あー、石井さんね。動画だった。動画です。あ、どうもお久しぶりです。ご無沙汰しております。お願いします。石井正則です。いや、僕がクラシックカメラをジャンク品で買ったっていう、あれでちょっとまた、コメント欄でも石井さんに教えてもらったら教えてもらったらっていうのがたくさんあったんで、でちょっとこう石井さんからメッセージもいただいて、今日はちょっと5個持ってきましたんで。あ、もう全部持ってきてくださったんですね。全部こうでかいリュックに入れて持ってきましたんで、まああのちょっと教えていただけたら。はい、ありがとうございます。まずは今日ここ。そうなんです。日本カメラ博物館というところで、ちょうどまた瀬戸さんが買った5台のうちの1つ、二眼レフっていう、縦の上から覗くやつですね。上から覗くやつですね。あれの展示が今日やってるんです。おお。もうその二眼レフカメラばっかりが集めた。二眼レフ展っていうやつですね。はい。しかもなんか今日はちょっと撮らせていただけるっていう。なんかね、なんか撮って大丈夫っていう許可をもらってたんで。ちょっと本当に石井さんパワーやばすぎです。いや。普通はダメらしいですけど。そうなんですよ。僕も全然撮らせていただけるということで。はいはい、ということで、今日は一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速参りましょう。卵の白身を。そうです。え、鶏卵です、まさに。紙に浸して、そこに銀を流して、カメラで撮って、太陽の光に当てて、絵が出てくるって、セピア色のなんか、あれ大体鶏卵紙で。卵の白身？白身です。すごい。その後のフィルムカメラ、フィルムっていうのは、ゼラチンでこう、ゼラチンに銀の粒子を混ぜてるんですけど、ゼラチンの代わりに卵白を使う。ああ、なるほど。なので、鶏卵です。へえ。なんかもう、情熱を感じますね。とにかく、何かに撮りたいっていう。すごいな。ちなみに、これがライカの試作機です。これ本物。本物です。すごい。商品ではないって書いてありますね。はい。工場試作品、商品で2億2000万円で落札。え？その後3億円を超える額でも落札されたと。まあ、海外でですけどね。ああ。すごい。一番貴重なんじゃないですか、ここにあるもので。値段的には高いです。ああ。石井さん結構これ持ってるみたいなのは、ポコポコあるんじゃないですか。そうですね。ポニカオートレックス、これ持ってますね。はい、これは昔持ってました。持ってる。あ、でもここだとこれくらいですかね。ちょっとした博物館できますね、石井さんも。うち、ほんとに、ここ最近またいっぱい落としちゃって大変なんですよ、僕で。あ、そうなんですか。え、持ってきていいですか、はい、これ動かなかったの動き出したんですよ。オートハーフですね。リコーのオートハーフ。かわいこちゃんなんですよね。しかもこの EF2 っていうところがポイントで。これはまさに、このカメラ。そうです、うん。あ、これ。はい、これの一番最後です。はぁ。一番最後にこのストロボがこう、ついたモデルが出たんですけど、この時代になったら金属じゃなくてプラスチックになって、ちっちゃくて可愛い、軽くて可愛いことが特徴だったのに、無理くりストロボつけたからなんかやぼったいデザインだったっていう。でも可愛いじゃないですか。なんかね、でもこれない状態の方がなんかかっこよくないですか。ああ、確かにこっちは、ないわ。すっきりしてる。だからもう、機械的には全く何も機構変わってないのに、ただこれついただけなんですよ。なるほど。はい。これがね、なんか、
愛おしいんですよね。でもこれもともとはすごい安く買えるものですよね、今となっては。そうですね、これでも。数千円とかってことですか。いや、結構でもしま、ね、あ、意外とするんですね。4000いくらだと。安いじゃないですか。僕の中で。ああ、なるほど。動かないかもしれなかったのに。でもそれを直したっていうのはすごいですよね。思ったんですよ。これ取るじゃないですか。はい。ポスト、音聞いててくださいね。今、クシーン、チーってなりましたね。巻き上がりましたよね。あ、はいはい。これ、フィルムカメラって結構自分でこう巻き上げたり、はい、自動でウィーって巻き上がるやつあるじゃないですか。はい。これ普通、自動で巻き上がるやつは電池なんですよ。これ、ゼンマイを自分で巻いて。ああ、あの、はい、チョロ Q みたいな。はい。で巻いて、そのゼンマイの力で巻き上げてるんですよ。ああ、じゃあ、撮る前に巻かなきゃいけないんですね。で、しばらく使ってると、だんだん巻き上げるしか弱くなってくる。また巻き直さなきゃいけないっていう、ものすごい可愛らしい機構のカメラ。そうか、ストロボは電池で動くのに、はい、フィルムの巻き上げは手動っていうか。そうなんですよ。大変な話、ストロボさえ焚かなければ、これ電池なしで動くカメラなんですよ。ああ、なるほど。それも含めて可愛いっていう。だ壊れてもトラブルが割と対処しやすいカメラっていうことなんですよ。はあ。ちょっとロボットみたいに愛しくなってきますよね。そうなんですよね。いや、ありがとうございました。貴重なカメラを見せていただいて。全然貴重じゃないです。瀬戸康史の動画。いや、でもこの辺は本当なんかいっぱいあって見応えがありますね。そうですね。本当に最初のカメラから、はい、今発売中のカメラまで歴史がこう全部ここで見られますんで。こっちからだんだん、そうです。古い順ですか。ちょっとこの辺はもうぜひ、こちらに来て見ていただきたいですが、1945年からずーっと。そうですね。いやー、すごいですね。これちょっとずーっと、今僕撮影しちゃってますけど、じっくり見たいですよね、これ。そうですね。文字もちゃんとこの、いっぱい書いてあるし、一個一個解説があるので、これはぜひこの動画見た方、ぜひ来て、二眼レフ展。うわ、すごい。超盛りだくさんです。デジタルカメラになっていますね、この辺りは。そうですね。こっちデジタルですね。デジタルカメラの多様化。実はデジタルカメラの歴史語れるところってこともないんですよ。世界的にも。あ、そうなんですか。そうです。やっぱり個体を持っている資料館っていうのはほとんどないので。ああ。そういう意味で、こちら日本カメラクルスは多分世界唯一デジカメの歴史もカバーできるという。おお。じゃあこの辺のデジタルになってからの、ここのコーナーも結構貴重というか。かなり貴重です。あ、そうなんですね。なんか新しいコーナーとか割とすぐ手に入るのかなとか思っちゃうんですけど。古いデジタルが結構ありまして。はい。よかったらこれ見てください。ここです。あ、ここになんか、ちょっと。まあ、デジタルの前の電子カメラで、スチールビデオカメラって言うんですけど、はい、デジタルカメラの元祖って言えるようなこうカメラでして、まあ、試作なんですけど、こう、電子カメラを形としてちゃんと作った、まあ、最初期のものと。記録はアナログなんですけど、電子画像を記録するカメラです。ああ、フロッピーディスクって昔あったじゃないですか。はい、フロッピーディスク。で、そのカメラの左側にちっちゃいフロッピーディスク、2インチフロッピーディスクっていうのがありまして、それに画像を記録するんです、はい。あ、なんか見えますよ、石井さん、ここに。後ろにフロッピーディスクみたいなのが入ってますね。あ、本当だ。入ってる。これに記録をするっていう。磁気記録方式なんですよ。はい、昔、オーディオテープとかビデオテープって磁気記録だったじゃないですか。それと同じようにフロッピーディスクに画像データを磁気記録するカメラにして、なので、このマビカっていう名前はマグネティックビデオカメラ、磁気記録カメラの略でマビカという品種。で、その後ソニーの製品は、初期のものはマビカっていう製品にも、発売製品にもこう名前がついてた。その元祖です。へぇー。後ろにあれ、コニカミノルタとして最後の製品です。うわ、コニカミノルタとしてあんまり製品出してないから。そうなんですよ。あのコニカミノルタのロゴが貴重ですね。はい、あ、京セラ最後の。はい、コンタックス i4r。2004年。はい。SD カード、400万画素。すごい形のカメラですね、これ。これ、香水瓶をイメージしてるそうです。すごい洒落たの作ってるなぁ。そういうことしてるメーカーあったんですよ。いや、これもう動画では全部紹介しきれないです。もう来てください、皆さんもう。瀬戸康史の動画。こっからです。二眼レフカメラ展。6月19日までですね。ぜひ来てください。じゃあ行きましょうか。失礼します。いやー、ローライ。あ、ベビーローライ。今のブローニーテバラルフィルム。
を使うサイズ、小さい二眼レフって。ああ、ちょっと小さいですね、はい、ここね。かわいいんですけど、今このフィルム、あるにはあるんでしたっけ？あるにはありますけど、相当マニアックですね。そうですね、ちょっと手に入りづらい。一部でしか売ってないので。うわ、すげえな、ここ。すごいな。一周してる。これが見た目だ。この辺が怪しかった。あ、これだ、これだ。僕のやつは C 型ってやつ、頑張ってネットで調べたんですけど、石井さんも結構持ってるんですか、この二眼。二眼レフだけで多分。8台ぐらいあるんですか、ね、置き場所にも困りますよね。これちょっとかさばるんですよ、二眼レフ。そうですよね。これなんかいっぱいあるんですね。そうです。もう当時、これ A to Z って書いてありますけど、はい。二眼レフって構造が簡単だったのと、はい。パテントの関係で、なんか、コピーしちゃってよかったらしくて、あ、日本のメーカーさんが、本当に小さな中小企業から何から、ローライっていう最初に作った、はい、あったコーナーのカメラをコピーしたものが日本メーカーが作る。それが、だからこんなにあるのか。いっぱいありすぎて、アルファベットで A から Z まで全部あったって言われてる。ああ、そういうことが確かに。フレックス、ビューティーフレックス、クエスタ、ドリス、ABCDFG ってこう。確かに名前のとこ見ると、ちゃんと強調して ABCDFGHIJ。あ、J なし。あ、J なし。ちょっとだけないんですけど。あ、J なしなんだ。U なし、はい、X なし。ああ、そっか。ただ、今後発見される可能性はありますけど、ね。あ、そんなに本当に4畳半メーカーって言われて、はい、本当に家族、一家族でやってるような町工場レベルのメーカーがたくさんあったんです。ああ、じゃあ探せば出てくるかもしれないってことなんですね。うん、じゃあもし石井さんが J から始まるやつを、これからなんかクラウドファンディングかなんかで作れば、ここに石井さん入れますよ。いや、楽しいですよね。上からの覗くと、その電池も何も入れてないのに、こう、すでに見えるっていうのが面白くて。液晶モニターが入ってるんですかって聞かれたことあります。ああ、でもなんかわかりますわかります。不思議ですよね。ただレンズから入ってきたのがこう映ってるだけなのに、なんか上から覗いて見えると楽しいですよね。そのピント合わせるためのレンズと、写真を撮るためのレンズが、縦軸に同じ方向に並んでるので、これが一緒に動いてピンと合ったところでシャッター切ったら、うん、ここの入ってるフィルムに、ちゃんと写る。写真が写りますよってだけの構造なんですよ。で、そこで隙間からフィルムに光が漏れないようにしてる箱なだけなんですよ。うん、鬼のようにシンプルなんですよ、ね。ああ、だからこそ、ここまでいろんなメーカーがコピー品を作ることができたっていう。おっしゃると思います。本当にバリエーションの楽しさとか、ちょっとだけこの部分を工夫してるとか、いろんな楽しみ方が。それが楽しくて買っちゃう。ああ、やばい、あれは一台が欲しいっつって。いや、でも構造が意外と簡単っていうのは、やっぱり素人からすると意外でしたね。なんか見た目が結構凄そうに見えちゃうんで。なんか迫力ありますね。難しいのかなっていう印象がありましたけど、逆なんだっていうのは意外ですね。瀬戸康史の動画。ここから各国、日本、ドイツとか、国ごとって感じなんですかね。時代順かつ国別にやってます。ははは。ここが日本、ドイツ。ああ、すごい。ここの密集してるこれすごいですよね。ケーキを作ろうとしたのかなっていう。見た目のインパクト系。すごい。これだけたくさんあったというボリューム感を。いや、出てますね。ファーストテックスは結構独特の形状ですね。このミラー的なものがあって。これ今のフィルム YouTuber の人がいたら自撮りできるってことですね。え、どういうことですか？これ、このミラーの。ああ、これ、あ、そうかそうか。手ぶらで自分で撮れる。あ、自撮り用のミラーがついてるんですね。自撮り用かどうかわかんないですけど。斬新ですね。斬新ですね、これ。これ撮られる人があれ見えるように。実は投資ファインダーなんです。あ、そっか、投資ファインダーなんです。そうです。あ、うわ、ファーストフレックス欲しくなっちゃったんですよ。え、何ですか？投資ファインダーって何ですか？二眼レフって、これ、瀬戸さんまだもしかしたら気づかれてないかもしれないんですけど、これ、僕も矢しか持つために来たんですけど、はい、こうやって上から覗いて、こうやってピント合わせてってやるじゃないですか。はい、この中に実は、こうやってやると、あ、そこか！これでピントルーペでより見えるっていうのと、いや、これをさらに倒すと、え？ここが、透過してる状態になるんですよ。あー、そのまま見えるってことですか？で、こうやって撮ることもできるってことなんです。あー、全然気づかなかった。バシッって、これととりあえずピント合わせて、よし、じゃあ大体ここだなって言ったら、こうやって上げて、で、ひしくしって撮るみたいな。ああ、こうやって撮る人もいるらしいです。今は怪しいですね。怪しいですね、これ。こうやって撮る人がいたっての聞いたことあります。
それが、あのミラーのままで透過して見えるってことですか？そうです。跳ね上げなくても見えるっていうことなんですか？あ、じゃあこっちから見れば見えるってことか。あ、見えるわ。ちょっと。え、本当ですか？ちょっとなんか透けて見えるような。あ、本当だ。面白い。面白い。透けて見える気がします。ああ、石井さんちょっとまた、ギャフォーク。そうなんですよ。やっぱり二度目カメラって左右逆になっちゃうんですよね、ファインダー。あ、確かになんか、わかんなくなります。はい、だから動いてるものを撮るときに、こう、撮りづらい、追いづらいんだよ、ね。ああ。そういうときにこういう透視型のファインダー。じゃあこのまま見て、動いてるものを追いかけやすい。ははは。なんでこういうファインダーも撮れてるものが多いんですか。へえ。いや、これもだから工夫ですよね。差別化を図ろうとして。なるほど。瀬戸康史の動画。カンパン時代、ビューアップ。ああ、先ほどの、はい、この1、2、3、4、5までです。わ、全然さっきのと形が違いますね、これは。仕組みはでも。あ、同じなんですね。ただ、フィルムではなくて、ガラスの乾板、ガラスの根が使うので、はい、まあ、大柄なのと、あとはやはりまだ、金属製になる前の時代の、木製カメラの時代なので、大きく重くてしっかりしてます。はあ、仕組み的にはほぼほぼ同じです。この時代は、引き伸ばしをあまりしなかったので、大きい写真が必要な時は大きい根が撮る。ああ、カメラもでかくなるってことですか？そうです。大きい写真撮る時はカメラも大きくなるっていうのが原則的な時代です。え、だから石井さんの撮ってるな、でかいんですか？はい、でかいです。あれはそういうことですね。もともと。大きい写真を撮りたいから大きいカメラになるっていう。なっていくっていうことです。あの、小さく撮って、アンスで引き伸ばして、大きい紙に焼くことで、はいはい、大きい写真はこんな小さいカメラでも撮れるんだっていうのを、ライカがやり始めて、っていうことから小型化していくんです、はい、うんうん。大きい写真撮りたいってなったら、昔は、その写真、カメラそのものをでかくするしかなかった。ああ。僕の 8x10 は下敷きぐらいですね、イメージ。ああ。フィルムが。それもじゃあ、暗室でちょっとは引き伸ばしたりする。僕はもう引き伸ばし機が引き伸ばせるんですけど。ああ、そういう。ああ、そっか。もともとのネガのこうだけの大きさ。はい。で、こんなに大きい紙に焼いたとしても、うん、そんなに大きくない。あ、はいはいはい。大きくする率がこんなちっちゃいところから。ああ、なるほど。拡大率が。これから大きくするのだと全然画質が、劣化が少ないっていう。じゃあまあ、もともと大きく取っといた方が、まあ、綺麗には出るよってことなんですね。引き伸ばしするにしても。はい。なるほど。詳細さは違うっていう。ははは。ですから、昔のこうネガって結構今でも残ってるんですけど、はい、大きいサイズのネガって、プリントしてもものすごく綺麗なんですよ。ああ。150年ぐらい前の写真って、ネガが大きいものが多いんで、むしろ綺麗なもの結構多いんです。で、粒子も細かいです、昔の方が。今の方が思い浮かべる古い写真は荒いっていうのと全く異なると思います。はい、あ、そうなんだ。むしろ粒子が細かくて、こう、精細な。はあ。ありますね。瀬戸康史の動画。その、やっぱローライフレックスっていうこの。これは、やっぱ一番すごいっていう感じなんですかね。有名な。元祖。二眼レフの一番のトップブランドなんですけど、はい、やっぱこれで有名な著名な写真家さんが写真撮ってるんですよ。うん、ああ。その写真家さんに憧れて使うみたいな。憧れちゃいますよね。あったりだとか。ちなみに石井さんはこのローライフレックスは持ってるんですか？はい。僕はこれですね。今日持ってきてます。持ってきてますね。はい。今日せっかく二眼で。いやー、すごい。はい、この。うわ、はい、これですね。3.5 まさにこれと一緒ですね。プラナーっていうレンズを使ってるんですけど、のついた。へー、あ、はい、ここにあるのと同じ型のものですね。いくつか微妙に形違いがあるんですけど、うん、レンズが2種類あって、プラナーっていうのと、はい、セナタはそう2種類あるんですけど、微妙に写りが違うんですよ。へー。で、僕はプラナーの方で、で、3.5開放 F 値が 3.5 のやつと 2.8 のやつがあるんですけど、僕は 3.5 なんで、まさにこれと全く一緒の形になりますね。結構これはレアものなんですか？当時の高級機なので、はい、まあ、手に入れようと思えば入れられるんですが、それなりにこう、なるほど、非常に良いカメラというか。ああ、ちなみに、これが、これ僕二眼レフも2つ持ってますけど。はい。落とさないでください。大丈夫です。ちょっと動かしもちょっといいですか？お、あ、ヤシカフレックスと、はい、ローライフレックス。おお、これが、2000円ぐらいした。僕も3000円でした。はい。で、これが、はい、15万だったかな。え？え？同じような感じじゃないですか。
うわー、そんな違うんだ。そんなに違う。せいぜい2万ぐらいだと思ってました。これはね、ローラーフレックスだけはもう、別格に高くなるんですよ。値段10倍以上じゃないですか。そうなんですよ。うわー。びっくりしますよね。びっくりしました。そうか。これも写りは一級品ですね。やっぱそうなんですね。作りもやっぱり違うんですか？違いますね。ちゃんと作ってあるっていう。全然違います。使いやすいですし。いやー、ちょっと石井さんにそんなこと言われたら僕もちょっとそのうちって思っちゃうじゃないですか。かっこいいです。めっちゃかっこいいです。本当に。これすごい、もう金、金、金じゃないですか。金ですね、これ。うわー。金、キラ金ですよ。すごいなー。ローライフレックスのセカンドラインみたいな。はぁ、あ、はぁはぁ。イメージなんです。ちょっと安めっていうことですかね。はい、なんかシンプルですもんね、形が。シンプルで、多分、その分ローライコードが全然軽いんです、重さが。あー。でも僕は結構ローライコードンと持ち出すことも多いです。結構実用性高いですね。はい、こっちの方が結構意外に使えたりしますね。うん、このローライコードンについてマニアックな話出すとまた、ちょっと控えますけど。これがね、たまに出てくるんですよ。めちゃめちゃマニアックな。三枚玉のコーティング、T コーティング。その、コーティングしたレンズには、赤い T が書いてあるんですけど、見えるかな？三角書いてありますよ、上のレンズのところに。あ、そうですね。これです、これです、これです。これがコーティングしてあるってことなんですけど。へぇー。見えないと思いますけど。三枚玉のにコーティングしてあるっていうのは、なんか、独特な、これしかない写りがあるってことですね。探すのもだから大変ですね、それ。コーティングしてあるのを探すのも。でも、あんまりこの話知らない人が多いんで。ああ、確かにマニアックですもんね。なんかよくわかんないジャンクですみたいな感じで。ああ。ぜひ。お待たせしました。おめでとうございます。なるほど。これがローライコードです。はい。ローライフレックスの普及型と書いてありますね。瀬戸工事の動画。かっこいいね。折りたたみするとなんかコンパクトになります、ね。そうですね、少ない。これもうね、よくこんなことしたなって感じしますよね。すごい複雑な構造ですけど。何をしてんのっていう。あ、これこうできたんだ。そうです。エボリビング。あ、エボリビングなの？はい。あ、僕知らなかったっす、それ。縦横切り替えなんです。あ、これとこれ違うわ。面白いですね。同じカメラで。90度回るってことなんですね。90度回って、こうすれば横なる。ああ、なるほど、なるほど。こうすれば縦撮り、横撮りで切り替えられるってことなんだ。強引ですね。バカなことしましたよね。結構その当時って自由だったんだなって気しますよね。それぞれ個性出したり。変なの見るとワクワクしますよね。どうするんだろうみたいな。今ってあんまりそういうの出てこないから。そうですね。なんかガジェット系カメラに限らず。マーケティングの時代になってからは、やっぱりお客さんのニーズとかちゃんと調べて作っていくと、大体同じような形を同じそうなんですよね。なってっちゃうっていう。ここがアメリカ。アメリカの二眼。なんかちょっとアメリカっぽいですよね。なんかわかんないけど。デザインが。っぽいですよね。ちょっとさっきのドイツのあの感じとは、ちょっと違いますよね。違いますね、やっぱね。結構外装のデザイン親しみやすくしてたりとか、うん、まあシンプルなものとかが多いですね。ここもなんかすごいな。エンサイン、イギリスですね。あ、これイギリスなんですね。ああ。これも結構二眼の中で人気あるんですよ。チェコスロバキアのフレクサレット。この、これ。はい。これ結構人気あります、ね。そうですね。チェコスロバキアって、あの、工業国なので、はい、結構精密なカメラ、いくつか出してるんです。はい。そのうちの一つです。あ、これは、はい、あ、中国。カメラに漢字が書いてある。漢字書いてあるのが強烈ですね。これ僕も昔持ってました。これシーガルって読むんですね。これまたよく映るんですよ、意外に。シーガルよく映るんですよ。なんでこんな綺麗に撮れんのみたいな。かわいいんですよね。いいですね、これ。これちょっとテンション、ね、インパクトありますね。はい、いやーでもこれハマるとやべえなっていう気持ちしかないです、僕。これハマり込んだらもう家の中カメラだらけになっちゃうから、しかも安いじゃないですか、一個一個が。そうなんですよ。そんなに。いや、恐ろしいですよ。
で、こういう小さい子もいるし、これも持ってました、昔。もう手放してましたけど。ボルシー。これは普通の、映るんですとかと一緒、35ミリフィルムを使うタイプの二眼。はあ、これ二眼なんですね。はい、上と。あ、本当だ。小さい。かわいい。こういうタイプの二眼もあるんですね。はあ、そっか、ここにあるの全部。前景もついてるんで面白いですよね。ああ、そうですね。え、何がついてるって。こっちに四角い覗くとこもありますよね。はい。左側。あ、はいはいはい。あ、ライカと同じ二重像と呼ばれる、はい、こう。ぴったり合わせていくっていう。ピント合わせの方向で撮ることもできるし、ああ。そう覗いて二眼レフスタイルで撮ることもできるっていう。ハイブリッドだ。はい。珍しいカメラなんですよ。あ、そうなんだ。それでこのサイズ感実現してるのすごいですね。そうですね。はい。こんなに小さい。ここ全部二眼なんですもんね。へえ。このコーナーはいろんなフィルムを使う二眼レフカメラ。ああ。まあ、35ミリフィルムが上段で、下が44だとか、こう、ちっちゃいのとか、ね。ああ、これ、鉄子の一時欲しかった。こんな、こんななんだ。時計なんですか、これ。なんか、腕時計風。そうですね。腕にはめる二眼のレフカメラ。これは、デジカメです。あ、これ最近ですか？あ、2008年で書いてる。ああ、これも撮れるんですか？はい。左の赤い方がデジカメで、右の黒い方がフィルムカメラ、ミノックスフィルム使ったんです。いやー、デジカメとフィルムカメラが2つあるんですね。超高型ね。こんなのあったんだ。いや、これブーム来るかもですよ。これ若い人たちに刺さる時がいきなり来るかもしれないですよね。これは可愛い。おすすめですね。ええ。カメラ自体も安いですし、フィルムを現役で使いますし、うん、で、撮れる絵も面白いですし、覗いても楽しいです。うん、ですよね。今までこういう世界があったの気づきませんでしたね。はい、ということで帰ってまいりました。瀬戸康史でございます。ビューン、新しいレンズ使ってます。あのカメラ博物館行った後にカフェ2軒はしごして、その後もちょっとご飯も食べましょうかつって、その辺にあった中華料理屋まで入ってご飯まで食べさせていただいて、もう終わったらもう夜9時とかで、もう一日中石井さんと一緒にいたという、まさしくおデートをさせていただいたという一日でございました。ということで、一個ですね、心残りがあるとするならば、皆さんちょっとご覧いただいて分かったと思うんですけれども、カメラ博物館せっかくその撮影させていただいたのに iPhone で撮っちゃったっていうことだと思います。はい、すいません。話してる内容がめっちゃ面白かっただけに、ちゃんと撮っておけばよかったっていう後悔が編集すればするほど高まってきちゃって、うわぁ、なんか申し訳ないことしちゃったなっていう、気持ちになってしまいました。僕の使っている iPhone は iPhone 13 Pro っていうやつで、もちろん最新のものではあるんだけれども、やっぱり、もちろんああいう室内ってね、あんまり光がない状態だし、ちょっとね、あとね、これね、望遠かけるとマイクの指向性がちょっと変わったりとか、あと僕がこう近くで喋ってんで、石井さんとかがこっちで喋ったりするから、なんか俺の声がでかく入りすぎんのよ。で、俺の声でけえなとか思いながら編集してたりとか、なんかそういう諸々の撮影環境がちょっともうひどかったなということで、ちょっとそこ反省しております。あと最後、カメラですよ。はい、今、石井さんに見てもらいました。うん、粘ってますけど、シャッターは切れてますね。これ、今、100分の1秒のシャッター位置にして、はい、ここがシャッタースピード300からバルブまで1秒まであるんですけど、はい、まあ、100にしてるんですけど、はい、押しますね、はい。明らかに遅いですよね。ということで、こちら、ヤシカフレックスなんですけれども、石井さんに見ていただきました。ここがシャッタースピードのね、バルブ、長時間録音から、1秒、2秒、5秒、違う。1分の1、2分の1、5分の1、10分の1、25分の1、50分の1、100分の1、300分の1。で、こっちが、絞りです。F 値ね、3.5、4、5.68 とかね。で、だんだん開いていくと。はい、こちらが絞りバネです。いきますよ。ビューン、ほら、絞られていくでしょ？はい。羽が周囲から出てきて、だんだん F 値が上がれば上がるほど、
絞られていくと。で、これが F 値が開放に近くなればなるほど、こうやって開いていくっていう形になります。で、その、絞りバネの手前に、シャッターバネが、今これシャッター切りましたけど、シャッターバネがあると。シャッターの切り方は、こうやって上からこうカチッてやって、今バルブになってますけど、これで押すと。そうすると、後ろに絞りバネがあって、こう切られるという形になります。で、石井さんに見てもらったところ、このシャッターバネの、例えばこの100分の1とかで切るじゃないですか。こう下ろして、ここ押したら切れますよ。せーの。切れます。もう一回いきます。はい。切れてるんだけど、ちょっと石井さんのやつ、同じやつ見せてもらったんだけど、めっちゃ早いんですよ、本当は。例えば300分の1にしましょう。いきます。早くはなってるけどね。早くはなってるけど、全然遅いらしい。これなんでかっていうと、この羽が粘ってるらしい、油が。この、見えるかな？ちょっと見づらいと思うんだけど、羽がね。はい、チーズ。わかりますかね？羽が開いて閉じてってなってる。そう、油が固まったかなんかで、こう粘ってると。瀬戸工事の動画。ということで、石井さんに見ていただいた結果、このシャッターバネの粘りさえ取れれば、撮影できるんじゃないか、ということでございました。ただですね、このシャッターバネの掃除じゃあどうするかっていうと、一番正しいのは全部分解すること、みたいです。最終的にはね。でもそれはめちゃくちゃ難しいから、どうしようかなということで石井さんもちょっと悩まれておりました。一応裏技的な方法で、その鉛筆の芯をヤスリでこう削って、その出た鉛筆の芯の粉をパラパラパラって振りかけると、いい感じでこのシャッターバネの間に入って治ったりすることがあるらしいんだけど、それ本当にこのリスキーというか、裏技中の裏技らしいので、あまりおすすめはできないということで、どうしようかなというところで終わりました。はい。なので僕もちょっとね、考えます。自分でもちょっと調べてみて、もう最終的にその分解の方法もなんか分かれば、もう分解しちゃっても全部製造する動画も撮れたら面白いなと思います。あと、もしね、もしダメになっちゃったとしても、まあ、3000だから、この二眼レフの構造を知るという意味でも勉強になるかなということで、まあ、一応僕の気持ち的にはもう全部分解できないかなって気持ちに傾き始めてます。はい。ただそのためにはやっぱりいろんな、なんだろう、機材、カニメレンジだったかな、なんかこう、特殊な機材が結構必要らしくて、あと清掃する道具とかね、そういうのもいるから、結構本格的な作業になっちゃうんでね。その準備をして、もし、あ、いけそうだなってなったら、ちょっとやります。この動画で。うん。で、それで復活させられたらめっちゃ嬉しいじゃん。一番嬉しいのそれじゃん。俺シャッターバネ直しましたみたいな感じになったらもう最強だから、できるかわかんないけど、それがちょっと、今のところ理想です。はい。二眼レフブーム来るかもって言ったの本当にこれ本音で、めちゃめちゃ安い。そして構造が簡単。だって電池いらないんだよ。電池いらないのに見れるんだよ。しかも電池入れなくてもこのままフィルム入れて撮れるんだよ。やばくない？だからこうシャッター切るときも一瞬開けることによって光を入れてフィルムに定着させるっていうだけだから、マジでただの箱なんですよ、これ。超高性能なアナログおもちゃって感じ。電池いらないんだよ。それでこんだけ動くってすごいじゃん。しかも3000円とかで買える。石井さんも2000円で買った。こんなん流行るでしょ。しかも撮ったら撮ったで、絵めっちゃ綺麗なんだよ。なんかフィルムの感じ出す。フィルムの感じってかフィルムだから。もちろんフィルム代はかかります。カメラに対してのコストはないけれども、撮影のコストはかかります。フィルム代ね。だから俺ちょっとね、マジで二眼レフ店行って、石井さんにもお話聞いて、マジでファンになっちゃったの。しかも A to Z っていうシーンがありましたけれども、その A から Z までもう今までの歴史でもういろんなのがあるから、人と被ることがあんまりない。もちろん一番最強なのはローライフレックスであるけれども、それ以外のなんかこう安いやつを直すっていう趣味ができたらめっちゃ楽しいなと思って、俺今ちょっと勉強しようっていう気持ちになってる。ただ勉強してみて難しすぎて挫折する可能性もあるので、皆さんあんま期待しないでください。はい、僕今、テンション上がっちゃってるだけなんでね。はい。ということで、石井さん本当にお世話になりました。今後ともカメラわからないことあれば教えてください。そして今回の
日本カメラ博物館でやっている二眼レフ展、ね、6月19日までやってますから、二眼レフに興味のある方はぜひ行ってみてください。19日で二眼レフ展が終了してしまった後も、28日からだったかな、別の展示が始まりますので、皆さんぜひ日本カメラ博物館行ってみてください。めちゃめちゃ楽しかったです。もしこの動画が良かったと思ってくださったら、いいねやチャンネル登録などよろしくお願いします。ということで以上、瀬戸浩二でございました。じゃあな。